何食べる？ベジタブル。好き嫌いしてないかい？友達になれるかな？どんな味がするのかな？どんな匂いがするのかな？野菜を食べると体にいいのと、ママが教えてくれた。好き嫌いしてないかい？友達になれるかな？どんな味がするのかな？どんな匂いがするのかな？ダメダメダメ。あー、いただきます。気をつけ。レイ、おはようございます。みんなおはよう。ここは夢と希望と野菜にあふれた世界、ベジワールド。そしてここベジワールドの学校で、みんながなんでって思ってることを一緒に勉強しようってことなの。それじゃあ今日もみんなでスパッとトマトお勉強だ。みんなおはよう。今日も元気だね。トースト先生、おはようございます。テレビの前のみんなもおはようございます。私がこの学校で君たちの先生を務めるトースト先生だ。トースト先生、今日は何のお勉強をするですか？今日のお勉強はこれだ。赤信号、止まるのは何だろう。それではスタート。さて、今日もモグベジ農園で野菜のお世話をしよう。お、信号が赤だ。こういう時は青に変わるまで待つんだよね。車がたくさん通るね。早くモグベジ農園に行きたいけど我慢我慢。あ、信号が青に変わったよ。右を見て、左を見て、また右を見て。よし、車は来てないぞ。さ、手を挙げて横断歩道を渡ろう。ズバッと止まった。渡れたよ。モグベジ農園はもうすぐだ。わーい、今日も野菜はすくすく育っているぞ。うん、100点満点だ。トマ太郎すごいぞ。トースト先生、赤信号はなぜ止まるなんすか？右を見て、左を見て、また右を見て、なんで？なんで手を挙げて渡るキャラ？なんで？くっくっくっく、そんなことしてたら日が暮れちまうぜ。この声は苦いようじ、たくみちゃん。信号が赤いからってなんだってんだ？そうよ、そんなことでいちいち待っていられないわ。そもそもあのしましまの横断歩道って何度すか？俺様たちは渡りたい時に分かりたい道を渡る。なぜならそう、俺様は苦笑いの超イケメン王子様、偉いからだ。いやー、苦い王子、なんだと素敵よ。自信に満ち溢れているだす。赤信号は止まらなきゃいけないんだ。お父さんやお母さんに教わらなかったの？うるさいうるさいうるさい、俺様が渡るって言ったら渡るんだい。そうよ、さあ渡るなよ、苦い王子、ダメだす。さあダクミーちゃん、ダメだす、さっさと渡ろうぜ、行くぞ。さあからさあさあさあ、ギリギリガニガシ、俺様の邪魔をしやがって。もう一度行くぞ。スタッフさっさっさー。うわー、あ、苦い王子、信号が青になったわ。ギリ、青だったら渡っていいんだろ。それじゃあ行くぞ。スタッフさっさっさー。なし、な
んで？はい、そこまで。苦い王子、ダクミーちゃん、ダメドス、怪我はない？トット先生、これは一体どういうことだ？赤は止まれ、青は進んでよい、という合図なんだ。それは分かったけど、青信号でも危なかったじゃない。車が急に来たドス。トースト先生、それは一体どうしてなの？トマ太郎が横断歩道を渡った時、何か気づかなかったかい？あ、そういえば青信号に変わってから右を見て、左を見て、うん、もう一度右を見て、車が来てないか確認していたね。それから手を挙げて横断歩道を渡っていましたわ。正解。それこそが安全に横断歩道を渡るコツなんだ。赤信号は止まる、青信号は進んでよい。みんな、ここまでは分かったね。それではなぜ右左をよく見るのか。それは車が来ていないか確認するためなんだ。僕たちが信号を守っていても車が必ず止まるとは限らない。危ないなと思ったら落ち着いて待つことも大事なんだ。なるほど。手を挙げて渡るのはなんで？手を挙げて渡るのはこれから渡りますよということを車を運転している人に気づいてもらうためなんだ。そうやって自分の気持ちを伝えることでより安全に渡ることができるんだよ。なるほど。お父さん、お母さんや大人の人と手をつないで渡るのが安全だよ。青信号でも車が来ていないか右と左をよく見て渡ろう。手を挙げて渡るのも忘れないようにしないとな。その通り。よし、スマートトマト、お利口になったぜ。みんなで一緒に考えよう。トマ太郎と同じポーズは？正解は4番。同じポーズを探そう。このタマネちゃんと同じポーズは？正解は2番。魔法の国からやってきた、みんなと大きくなりたいな。お野菜、果物、いっぱいみんなは
全部大好き。大きな声でいただきます。元気にいたいもぐもぐもぐ、もっといたいもぐもぐもぐ、大人になっても一緒だよ、もぐもぐベジワールド。最後はごちそうさまでした。言えるかな。みんなでせーの、ごちそうさまでした。今日は何のお勉強をするキャロ？よいしょ。そう、え、ゴシ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 、おやつの時間だ。いいだと思った。キャロ、なんでだろう。